はい、どうも整体師の石島です。今回の動画は痛みが強い人向けの寝ながらストレッチをご紹介していきます。皆さん、こんな悩みないですか？運動しなきゃって分かってはいるんだけども、痛みがあってなかなかできない、何から始めたらいいか分からない、そんな経験ありませんか？ただ今日のやり方を知らないと痛みやしびれが改善するどころか、逆に自分でですね、症状を悪化させてしまう危険性だってあるんです。ですので、今回ご紹介ストレッチをしっかりと行うことで痛みやしびれが改善して、もっともっと歩けるようになっていきますので、ぜひね、一緒に頑張っていきましょう。今回ご紹介する方法以外にもこういった有益な情報を配信していますので、痛みやしびれでもうこれ以上悩みたくない、そしてもっともっと元気に動ける体になりたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。まずいきなり結論なんですが、痛みが強い方はストレッチでは改善できません。なぜかというと、痛みが強い方のほとんどが筋肉、筋膜っていうものがかなり硬くなっているんですね。これは筋膜っていうですね、本来柔らかい組織がかなりですね、硬くなってくっつかっているような状況なんです。なので、いきなりストレッチをして伸ばそうと思っても伸びにくいのは当たり前ですし、無理やり伸ばそうとすると筋肉がかえって痛める可能性だってあるので注意が必要なんです。例えばタコ足配線のような感じでコードがぐるぐるぐるってくるまっていたものをですね、両方からですね、無理やりグッて引っ張った場合、皆さんどうなると思いますか？そうです、ぐるぐるぐるっと固まっていたものがさらにギュッとね、引き締まってほどけるどころか硬くなって逆に伸びにくくなっていくイメージ、わかりますか？これもですね、体の中で同じような現象が起こっているんです。なので、硬い筋肉をですね、ギュッて伸ばしてもなかなかほぐれないのは、その固まっている部分をですね、しっかりとほぐしていかなければいけないんですね。というわけで、今回はですね、その筋肉をほぐすっていう方法と、それからストレッチするっていうのをね、ご紹介していきたいと思います。で、今回ですね、やっていく筋肉はふくらはぎの筋肉になっていきます。この筋肉は脊柱管狭窄症の方でかなりですね、固まっていて痛みやしびれが出ていたりとかですね、いう筋肉になっていきますので、ぜひ長く歩けないとかですね、足にしびれが、痛みが強くてっていう方は、今日の動画を参考にしながらやってみてください。はい、で、ストレッチをする前に用意してもらいたいのがこのタオルになりますので、ぜひ持ってる方はね、タオル準備しながらやってみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではね、皆さん座った状態でやっていきましょう。床に座ってもらえるといいと思います。こういう風な感じで足を上げていきますので、床に座った状態でやっていきましょう。はい、まずはですね、ふくらはぎの後ろ側をほぐしていきます。この後ろですね。で、これはですね、膝に当ててこういう風にしてほぐしていきます。これで30秒間やっていきましょう。はい、じゃあ皆さん、こういう感じで押していきますよ。よーい、スタート。硬いところを自分で見つけてグリグリとほぐしていきましょう。はい、痛気持ちいいぐらいで結構ですので、しっかりとほぐしていきます。動かしてちょっと痛みが強い方はギューッと押さえておくだけでも OK ですので、その場合はこのまま止めておきましょう。もう少しいけるよっていう方は少しね、こうほぐしながらグリグリグリとやっていきましょう。はい、こんな感じですね。しっかりとほぐしていきます。OK です。今度反対側やっていきましょう。はい、また一応確認してやっていきます。よーい、スタート。はい、しっかりとほぐしていきます。自分でこの硬いところをですね、しっかりと見て、グリグリグリとほぐしていきましょう。はい、膝のね、とこでこう押し付けるように頑張ってやっていきます。この体勢辛い方はもうそのまま寝ちゃってもいいですからね、寝ながらこうやってやっても大丈夫です。はい、なかなかね、このふくらはぎ痛い方は結構これだけでも痛って言いながらやってますんでね、ぜひ皆さんも頑張っていきましょう。 OK です。はい、そしたら次はですね、ふくらはぎの内側の筋肉ですね、このすねの骨の内側、ここをやっていきたいと思います。そしたら皆さんは寝た状態のままですね、片方の足を外側に倒して、ここの骨の後ろをかかとでグーッと踏んでいきます。はい、こういう風な感じで体勢ね、肘ついてこんな感じにしてあげるとよくほぐせると思います。これで30秒やっていきます。よーい、スタート。はい、そしたらこんな感じでグリーッと押してください。この骨の内側をですね、このかかとで踏むと痛ーってところがあると思います。見つけたら皆さんグリグリグリとこうやってほぐしてあげてください。はい、結構ね、このふくらはぎのところですね、内側も固まってますから、
ふくらはぎの後ろだけじゃなくてね、この内側までしっかりとほぐしてほしいんですね。グリグリグリとほぐしていきます。しっかりね、足で押してあげてくださいね。はい、 OK です。で、今度反対足入れ替えて、右足を二股にして左足で踏んでいきます。はい、じゃあ用意スタート。はい、ここもね、なかなかしんどいと思いますけど、ぐーっと足で押し付けてくださいね。しっかりと骨の内側をね、狙ってやっていきましょう。はい、グリグリグリと押していきます。ね、これ結構痛いと思うんですけど、しっかりとね、ほぐしていきましょう。はい、これでね、しびれが結構解消する方もね、いますんで、ぜひ頑張っていきましょうね。 OK、 いいでしょう。はい、そしたらこれでマッサージ OK ですんで、最後ね、ストレッチをしてビーッとね、伸ばしていきます。仰向けですね、やっていきます。はい、そしたら皆さん足をですね、こうやって引っ掛けてもらって膝伸ばしておきます。はい、この状態でそこから足首を上下上下動かしていきますよ。はい、いきます。1、はい、2、膝なるべく伸ばして、はい、4、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、OK! 反対行きましょう。はい、こんな感じで膝なるべく伸ばして高い状態保ちます。はい、そこから上に上げます。1、はい、2、はい、3、はい、4、きついけど上げて、そう、6、はい、7、頑張れ、8、はい、9、頑張れ、10、はい、OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。そしたらね、今日のこのストレッチマッサージをですね、1日3セットやっていただけると非常に効果的ですので、ぜひきついけど頑張ってみてください。今日の復習なんですが、痛みが強くてなかなかストレッチができないよという方のためにですね、寝ながらできるケアというのをですね、ご紹介させていただきました。痛みが強いっていう方はですね、筋膜っていうのが硬くなって体が自由に動かないような状態です。そこで頑張ってストレッチしてもですね、なかなか結果が出ないのはこの筋膜っていうのがね、硬すぎるからなんです。ですので今日はですね、一度ほぐしてからストレッチをするという方法をね、やっていきましたんで、ぜひ体が硬い方はね、そういう風にですね、ほぐしてからストレッチをしてみてください。脊柱管狭窄症ってね、本当にね、悩んでる方多いんですよ。そして多くの人がですね、湿布や薬でね、ごまかしてる中、このね、動画を見てるっていうことは、どうにかね、自分で改善しようという風にね、思っている方が多いと思います。これってね、本当に素晴らしいことで、受け身ではなくて自分でどうにかしてあげようっていうね、いう気がね、やっぱり僕はすごく大切だと思ってるんで、皆さんは本当に素晴らしいと思います。痛みやしびれがある中で生活してるっていうのは本当に辛いとは思うんですが、絶対に諦めてはダメですよ。諦めずにね、コツコツ頑張っていけばですね、その努力っていうのは必ず報われますから、ぜひね、私と一緒に頑張っていきましょう。はい、でね、今回ですね、ご紹介する方法以外にも、こういった有益な情報をね、配信していますので、痛みやしびれでね、これ以上悩みたくない、もっともっと元気な体で動きたいっていう方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。もしやってみても解消できないとかですね、そういった場合は原因が違うところにある場合がございますので、そういう方は栃木県小山市っていうところで私整体やっていますので、もし近くであればですね、当院にご覧いただけたらなと思います。はい、ということで今回も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。